緑色の葉苔むした石段緑は中性色の一つ。植物の葉のような色で黄色と青緑の中間色。光の三原色の一つは緑であり、1931年国際照明委員会は546.1ナノメートルの波長を緑と規定した。500から570ナノメートルの波長の色相はおよそ緑である。色材においては、例えば、 シアンとイエローを混合して作ることができる。緑色は同義語。緑は草、木、新芽、若葉、植物一般、展示手、森林、自然などを指すことしても用いられる。カワセミの羽緑に相当する色はかなり広範に及ぶ色の総称であるが、それぞれの色には多く、流色やモスグリーンなどの固有の色名がついている。より黄色に近い色は、 黄緑として、より青に近い色は、青緑として総称されることも多い。英語のグリーンをはじめ欧米人が感じる対応する、色名は、日本人にとっての緑よりも明るく鮮やかな色である、傾向がある。緑はまた漢字で、壁や緑とも表記されるが、この場合やや青みの強い色を表すことが多く、比較的乱力色に近い色合いである。 緑は本来、カワセミの羽の色を指す名前である。詩的な、あるいは文語的な表現として、海の深く青い色や艶やかな黒髪の色を表すのに、緑を使うことがある。緑という号が登場するのは、平安時代になってからであるが、これは本来、みずみずしさを表す意味であったらしい。それが転じて、新芽の色を示すようになったと言われる。英語のグリーンも、 草や育つと語源を同じくすると言われ、いずれにしても新鮮さのイメージを喚起する色である。光の三原色。中心の円が緑緑は光の三原色の一つである。ウェブブラウザ等でグリーンと名前で指定もできるが、その色は RGB で008000であり、殉職ではない。殉職の緑の名前はライムで、そちらであれば 00FF00 00となる。 具体的には明るい緑に近い色として感じられる色が表示される。緑の光源は色合いとしては日常的に目にする緑色よりも明るく鮮やかに感じられる。日本作業企画の企画では緑及びグリーンがそれぞれ定義されている。この両者の色は微妙に異なる色として定義されている。天然に大量に存在する緑色は容量素で科学的には ポルフィリン構造と呼ばれる特殊な有機構造を持つ分子の中心に金属元素を配位している。よく似た構造の鮮明な緑色顔料としてはフタロシアニングリーンがある。着色材料用途のポルフィリン系以外のピロール系、化合物としてはジケトピロロピロールがあり、大色から赤にかけての重要な顔料である。古くから顔料として使われたのは クジャク石の粉末で銅のサビと同じく塩基性炭酸銅を主成分とする。無機顔料では有害性の低いビリジアン、酸化クロムがよく使われる。ピーコックと呼ばれるセラミック顔料も緑色無機顔料である。緑度緑度は海緑石と海緑石からなる。これら鉱物は水酸化鉄、水酸化マグネシウム、低酸、アルミニウム、カリウムなどからなる。 計算削減と同様力度の素性は様々である。色合いは鈍い黄緑色から単緑灰色のものまで様々ある。このように発色する原因は2価の鉄にあるが、大半の鉄は3価の鉄として存在している。力度は透明性が高く、着色力は強くない。イタリアの画家が好んで、テンペラにおいて仮想に用いた。太古よりヨーロッパで使用されてきた顔料で、 比較的広範囲において産出するが、良質の顔料用途になるものの産地は限られる。同系緑色顔料コバルト系、緑色顔料クロム系緑色顔料霊気顔料で、内純全たる有機顔料で、緑色のものの種類はそれほど豊富ではない。フタロシアニンの普及に伴い、緑色顔料の生産は大きく変化したと言える。フタロシアニンフタロシアニングリーンジー用緑素に似た。 化学構造を持つフタロシア人は1933年 ICI 社のリンステッドたちがフタロシア人と命名1935年に工業化されモナストラルブルーの名で商品顔料になったアメリカでは1936年に別の名で取引が始まる鮮明で着色力が非常に強くプロシアオの倍ほどの着色力があるフタロシアン緑は フタロシアニン青に続いて開発され、塩素化同フタロシアニンは1838年に商品化された。カラーインデックスジェネリックネームには、ピグメントグリーン7、中素化塩素化フタロシアニンのピグメントグリーン36、中素化塩素化塩フタロシアニンのピグメントグリーン58が記載されている。液晶テレビを含む液晶ディスプレイのカラーフィルタの緑には構成要素として、 ピグメントグリーン36が使われている。緑の他に、6章、ターコイズを呈する無金属フタロシアニン、鮮明な緑気味の青である、フタロシアニン青がある。いずれも、科学的に安定な構造で、比較的安価に大量生産されている。ペリレンペリレンテトラカルボン酸に、無水物ピグメントレッド224ペリレン顔料は、ペリレンテトラカルボン酸に無水物の6因感ンンを、 構成している酸素原子2個を脱落させた構造を有する顔料である。赤から紫、そして緑といった幅広い色相を持つ顔料グループであり、一般に着色力、堅牢性に優れる。緑色のペリレン顔料であるピグメントブラック31は緑味を呈する黒色顔料であるが、色相は濃度やバインダーなどの条件により相違する。 緑色の染料及び霊液顔料についてはここで述べる。顔料の世界ではアゾメチンの線具体、特に移民を構造中に有する顔料をアゾメチン顔料と称する。黒梅もどきかの熟成した液化から抽出することが可能な緑色成分があり、これが本来のサップグリーンである。サップグリーンは今日ではもっぱら名称として残る。色素として ラムネチンやエモジンを含んでいる。アントラキノンエモジンアントラキノン前術のように、黒梅もどきカの熟成した液化から抽出可能な成分のエモジンは、アントラキノン染料に数えられる。フラボンラムネチンフラボン前術のように、黒梅もどきカの熟成した液化から抽出可能な成分のラムネチンは、フラボン染料に数えられる。アゾメチンナフトールグリーンアゾメチン系の 緑色顔料としては、緑色のニトロス染料のナフトールグリーンの冷気顔料がある。印象的な深い緑を呈する。堅牢であるが、耐水性にやや劣るところがある。マラカイトグリーンマラカイトグリーンは、カルボニウム系の塩基性染料である。この冷気は、安価な水性絵の具などにも用いられる。現在使われている緑は、木と青の物質を混合したものや併用したもの。 木と青緑の物質を混合したものや併用したものが多い。例として、カドミウム木とウルトラマリンブルー、フタロシアニン緑、もしくはビリジアンの混合物であるカドミウムグリーン、かつて代表的だった例として、応援と根性の混合物であるクロムグリーンがある。これらは顔料を混合しただけのものを用いるものあれば、 強鎮顔料と呼ばれる複数の顔料を組み合わせた顔料を用いる場合もある。青信号青野菜の一例古代日本語の固有の色名は赤黒白青の四語のみだったとの説が存在する。緑が色名として明確に扱われてこなかったため、現在緑色と言われる色そのものは日本語では青によって表現されてきた。例えば、少なくとも過去において、 緑色と青色を明確に切り分けなかった言語は、日本語に限らず非常に多く、東アジアの漢字文化圏、東南アジア、インド、アフリカ、マヤ語などの中南米の言語に見られる。緑色と青色とを分析しない語彙を表すため、しばしば言語学者は、クルーという語を使用しており、こうした言語は、クルー言語とも呼ばれる。さらにこのような言語では黒色とも区別されず、 いわば暗い色として表されることがあり、これは特に赤道直下の言語に多い。言語ごとの色の分節の食い違いは、最も一般的には色の分け方に物理学的な根拠がなく、ソシュール言語学が主張するように最終的には、それが文化によって分節されていることによる。しかし、グル言語が熱帯をはじめ比較的温暖な地域に多いことから、これは 野外活動により浴びる、紫外線から網膜を保護するために加齢とともに、水晶体が応変して、青色のような短波長の感度が低下し、実際に区別が困難になるためであるとする学説も、ある。現代でも高齢者は白内障による視界の応変化により白と黄色、青と黒、緑と青などの区別が困難となる。医療機関では、 手術の際に緑色もしくは青色の手術着や色譜を使用する。地の赤色を長時間凝視し続けると、捕食残像という色の錯覚を引き起こし、赤の捕食である青緑色の残像が視界全体に生じて手術の妨げになるため、赤の捕食を多用することで、捕食残像の影響を緩和する効果を利用している。ありがとうございます。